さん、はい、今日はなぜこんな企画をやろうと思ったんですか？そうですね、今年、はい、あのハロープロ、そして、まあ、私たち2期メンバーも、はい、25周年ということなので、うん、明日がですね、サマーナイトタウンという曲の発売日で、まあ、それのお祝いに何かイベントができないかなと思いまして。なるほど、はい、そうそうたるメンツが集まっているんですけど、ね、ちょっとやっぱりあの大先輩の雰囲気で他の5人がもう圧迫されております。本当本当そうなの？ド緊張でございます。嘘、いや私たちの方が多分緊張してると思います。さあ続いてはお待ちかねのスペシャルゲストをお呼びしたいと思います。はい、モーニング娘。2期メンバー市井紗友香さんです。どうぞ。いらっしゃいませ。いらっしゃいました。よろしくお願いいたします。お願いします、はい、モーニング娘。2期メンバー市井紗友香です。みんなよろしくね。お願いします。紗友香でございます。はい、嬉しい、はい、マジ2期メンバーが揃いましたけども。そうですね、はい、なんかこういった形で並ぶのはすごい久しぶりなので、おドキドキしておりますけども。あ、マジですか、はい、え、今回はどういった経緯で市井さんが出られるようになったんですか？ちょっとね、直談判を実はしましてそう、というのも、はい、あの2人のね、あのインスタグラムを見て、はい、あれなんか25年やるの、おあれ出たい出たいって思って、はい、で、あのちょっとスタッフさんにこっそりちょっとお電話をして、はい、出たいんですけどって言ったら、いいよって言ってくれたんですよ。よかったよかった。いや、はい、まずはあのヒット曲たちを歌っていただきたいと思います。はい、はいはい、ではご準備をお願いいたします。はい、ありがとうございます。愛という字を思い出す時に家族の顔が先に浮かんできたと、ささやかだけど愛しい人を言うに愛しい人を言うに愛しい人を言うにさ、まる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 どこにだってある花だけど風が吹いても負けないのよ。見れて本当にグッときちゃってね。そう、私たちグッときてるのを我慢するのがすごく大変で、はい、もうなんか本当感謝感謝だなっていう思いで歌わせていただきました。すごい懐かしい曲もねたくさんやったので、またねこういった機会があれば、うん、皆さんが喜んでいただけるのであればまたこういったイベントもねやりたいななんて思っております。また近々皆さんにお会いできる日を楽しみにしております、
ということで、以上安田圭と矢口まりでした。